さあですね、そんな森友さんは声をかけて集まったグッデイズのミュージシャンの皆さんの中で本日駆けつけてくださった方がいらっしゃいます。ご登場いただきましょう。サンプラザ中野くんです。皆さん大きな拍手をいただきます。ありがとうございます。はい、改めましてサンプラザ中野くんです。どうも皆さんこんにちは、サンプラザ中野くんです。爆風スラップです。爆風スラップ、解散していません、活動していません、そんな感じなんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、せっかくサマーがありますので、お二人ともお座りになっていただけますか。はい、お願いいたします。はい、太陽さんお久しぶりです。あ、覚えてらっしゃいました。もちろんです。ありがとうございます。はい、お世話になりました。結婚なさった。あ、結婚しました。はい、さっき調べました。あ、そうです。ちょっとアメリカにずっといて戻ってきました。あ、そうなんですか。ウェルカムバック。ありがとうございます。さあですね、そんなサンプラザ中野くんね、まさに80年代後半から、はい、走る走る俺たちというフレーズそのまま、はい、もう走り続け活動してきたという印象を受けますが、はい、いかがですか。あのね、このランナーという歌、皆さんに愛していただいておりますが、この歌ですね、平成元年にヒットしました。で、今平成28年ですからね、皆さんも来てるはずですよ、まあ、28年も愛されていただいて、愛していただいてですね、大変嬉しく思っています。まあ、あの平成じゃないや、90年代に入ってからも一曲あるんです、爆風さんと。猿岩石に応援歌で送ったですね、はい、旅人よ、ザ・ロンゲストジャーニーとかね、はいはい、旅人よ、ザ・ロンゲストジャーニーとか、はい、もう一回言うんですね。ロングスコーチャーあるんです。3回目です。はい、90年代のバンドだっていう意識を持ってほしいです。お願いします。あの今回のですね、バックトゥーザグッディーズ男祭りに参加しようと思われたその一番の理由は何でしょう。あ、いや、あのなんか豪華な企画だなと思って、なかなかあの自分から声を上げるあのタイプじゃないんで、こういうあのかっこいい人にですね、はい、あのついていく、ね、ついていってちょっとあの賑やかしをするっていうタイプで、業界のあのなんていうか粉気じじ的についていければいいなと今回めちゃくちゃもう気持ちよくね、本当に、賛同してくださって、はい、もう最高嬉しいですよ。8月27日じゃないですよ。ごめんなさい。急にじゃないですか。急にじゃない。お願いします。あのお二人はもしかしてこうやって一緒にステージに立つというのは初めてですか。あのね、僕ら一応90年代も活躍したバンドのつもりなんですけども、あの一緒にステージ出てないですね。そうなんですか。同じ時代を駆け抜けているはずなのに、はずだろう、ね、そういうことな、いやすごくじゃあ貴重な、ねね、会になるということですよね。そうかもしれない、ね、ですよね。楽しい、楽しみたいと、楽しみたいですね。あとライブ当日ですが、同じくバフースランプの田原河合さんもご出演くださるということなんですね。田原河合も来ます。田原河合は俺がやると必ずギターを弾いてくれることになってるんで、あの中野の横でギターを弾くのが俺のライフワークだ、素敵ですね。泣けるでしょ、はい、俺高校1年からの友達なんですよ。まあもう何年もじゃお付き合いになるんですか。40年。すごいですね。大変です、はい。さあ今回のですね、豪華なラインナップ、お二人どのように盛り上げていきますか。まず森友さんどうですか。どうやって盛り上げていきますかね。いやでも本当にあの一曲一曲がすごい力を持った仲間たちを学ぶ方ばっかりが本当に集結するので、もう本当それぞれの感性に任せたパフォーマンスで、それぞれが本当に思いっきり自分たちが楽しんでもらう形で、いければなと。なるほど。あの森友さんはちょっと失礼なことを伺いますけど、はい、あの何百万枚売ったんですか、最高で。あら、そんなこと聞くんですか。シングルどうなんですかね。いやで僕は90年代で一番 CD 売れたじゃないですか。トータルでは3年半ぐらいなんですよ、僕活動した期間が。トータル、はい、3年半ぐらいで1700万枚、
って聞いてます。アルバムも CD も合わせて。そうですね。すごい。すごい。その頃でもすごいお金が上がってそうですね。どっかに全部消えてましたよね。やはりそういうもん、そういうもんですね。そういうもんです。ね、中野さん今中野さんはどう、中野くんはどうですか。中野くんは、90年代にヒット曲が、あの旅人やロイヤストジャーニーってのがあるんですけど、はい、まあ、一応涙涙っていうこと90年代なんですけど、涙涙が100万いったかいかないかぐらいじゃないですかね。でもそれでもすごいことですよね。すごいですよ ね、 すごいですね。今だって売れないもんね。100万ですよね。知らないですもんね。だってじゃあシングル200万ぐらい売れたってことですか。200万いった曲ないじゃないですかね。100万すごいね。でもなんかあの枚数だけじゃなくて、あの90年代ってあのメディアもやっぱりテレビが地上波大きかったじゃないですか。あ、そうですね。連鎖してなかった分、こうそのヒット曲っていうのはみんながこう一緒に口ずさめるような曲が生まれる環境があったじゃないですか。あ、それは言える。今ってこうメディアが分散していて、まあ、好きなものに好きな人たちが集まるっていう、こうなんかこう大きなムーブメントが起きるようなこうメディアが分散していることで、それが起きにくくなっているのかなと思いますよね。そうですね、大きなムーブメントを今回のねバックトゥザグッディーズ男祭りでね起こしたいですね。またね、はい。